皆さんこんにちは。良い子のみんな調子はどうよ。今回も恐竜だらけの宇宙船でサバイバル生活をするゲーム、アークジェネシス2実況続きをやっていきたいと思います。なんじゃこの数のシャドウメインは。前回捕獲したオスのシャドウメインと、以前捕獲したメスのシャドウメインの間にできた子供たちよ。これ全部そうなの？うん、この他に拠点にも何匹かいますせ。この短期間で結構な数産みましたな。ボス戦ももう近いので2匹には頑張ってもらってます。それで今は子供たちのレベルを上げてる感じですかい？ですです、手当たり次第に生物を狩りまくっております。群れだと大型恐竜相手でも強く出れるのいいですな。どの相手もほぼほぼ瞬殺できるのでぐんぐん育っていってますよこの子たち。このペースだとあっという間にレベルカンストまでいけそうですな。それで今日の予定だけど、おう、本日は何をする予定なんだてめえ。ミッションに挑戦したいなと思っております。ラスボス戦が近いってのにのんきにミッションなんかやってる暇あるのか？このマップのラスボスへ挑むにはあらかじめ用意された51個のミッションすべてをクリアする必要があるのよ。あ、終わらせないとボス戦できないのね。一応動画外で50個はクリアしていてさ、最後の一つをマリサと一緒にやろうかなと。ほう、それで最後に残ったのはどんなミッションなんだ？ウェーブ形式で恐竜を倒していくミッションよ。戦闘系か。ここからまたあなたをシミュレーション内に送り込むことができるかと思います。さあ準備はいいですか？行きますよ。お、もう始まるんすね。無限の彼方へさあ行くぞ。船の治安維持システムのために争わなければならないなんて少し皮肉ですが、まあやれるだけやりましょうか。このサイバー空間みたいなところで戦うのか。こんなのあの島ではいつも通りの日常ですよね。周りの風景がアークの初期マップ恐竜島になったぞ。これは面白いわね。トリケラトプスがこっちに向かってきてる。おお、狩りの始まりじゃあ。なんで武器ブーメランなの？うわ、後ろからも来てた。めちゃくちゃダメージで取るー。このミッション、武器や生物の持ち込みができない代わりにステージ上に高火力の戦闘ツールが用意されているっぽいわね。武器の他にも何か生物の入ったポットが置かれているな。第1ウェーブ目からワイバーンが出てきてるんだけどー。さっきティラノの姿も見えたぞ。1戦目から本気出してきすぎでしょ。ふむ、ウェーブは全部で10まであるのか。この感じだと最後はタイタンなんかが出てきてもおかしくないな。無法ー、すんごい飛んだー。敵に包囲された時用にジャンプ台みたいなのが設置されているのか。今の装置を有効活用して敵との距離を取れってわけね。おい霊夢、弓があるぜ。ブーメランより強いのかしら。目つぶしされたー。おのれディロフォサウルスめー。てか今気づいたけどこれだけ攻撃食らってるのに対してダメージ受けてないな。ミッションの仕様でダメージが軽減されているっぽいわね。まあ普通に考えて通常と同じダメージ設定だったらゲームにならないもんな。それこそ瞬殺でしょうね。おらー、貴様で最後じゃー。あれ、また武器変わってる？なんかね、敵を倒すことで得られるポイントを使っていい武器を変えるみたいなのよねこのミッション。画面下部に表示されているガントレットクレジットってのがそれか。何やらこのクレジットは武器だけでなく味方の生物も購入することができるっぽいです。へえ、それじゃあ敵を倒せば倒すだけミッションを有利に進められるようになるんだな。この徐々に強くなっていく感じいいわー。それで何か生物は買わなくていいのか？今の武器結構強いしまだ仲間の生物買わなくても大丈夫かなぁと。貯金する気か、霊夢らしいぜ。あ、始まった。砂っぽい？今回のステージは砂漠マップのスコーチドアースか？砂漠マップ固有生物のモレラトプスが襲ってきてるってことはスコーチドアースで間違いなさそうね。各ウェーブごとに各マップの生物が襲ってくる感じなのか？ってことは地下世界マップのアベレーションや人類が絶滅した地球マップのエクスティンクションなんかもあるわけですな。なんだかこれまでの集大成って感じがして胸が熱くなるぜ。これまでのアーク生活の記憶が蘇りますなー。って熱ーい。そういやファイアワイバーンもこの砂漠マップの生物だったな。ライトニング、ファイアと来たら次はポイズンワイバーンかな？噂をすればなんとやらだぜ。瞬殺。そのライフル強すぎー。わあ、今度はロックエレメンタルと巨大ワームが攻めてきたー。敵の数が尋常じゃねえ。大型生物は体力が多くて倒すのに手間取るなー。ワーム接近中、注意せよ。こんな硬い地面どうやって潜ってるのかしら。出たぞー。ミミズがなんぼのもんじゃい。今倒したデスワーム100レベルかよ。とんでもねえな。デカブツはほぼほぼ片付けたけど残り6体の敵が見つからんぞー。おい霊夢、残りの6体ってまさか。飛びネズミ？嘘だろーい。私にはできないよ。こんな可愛い生物を殺すだなんてことできないよ。バリバリ殺しとるやんけ。ごめんよー。これで全部片付いたな。ふぅ。
クレジット5000貯まってるけど今回も何も買わない感じか。まだ今の銃でいけないこともないけど、せっかくだしこのアロサウルスでも買ってみましょうかね。うむ、金ってのは使うためにあるんだぜ。わお、VR アロサウルスが3体も出てきたわ。通常のアロサウルスではなく VR なのね。1体だけだと思ってたからなんだか得した気分ですわ。奴ら戦いたくてうずうずしてるみたいです。ステージ名スワンプ。ってことは今回のウェーブは沼？沼地に生息する生き物が襲ってくるって解釈でいいのかしら。そんな感じっぽいな。ならさっきのステージより簡単そうね。スピノサウルスが来てるぞ。このライフルがあれば怖いものなしですわ。ちらっと見た感じ仲間の生物には攻撃力補正かかっていないっぽいな。だからスピノ一体相手に苦戦してたのね。これは仲間の生物には火力面ではあまり期待しない方がいいかもしれんな。まあタゲを取ってくれるだけでも十分です。ってことで第3ウェーブも難なくクリアです。ほんとライフル強いな。え、あれ？さっきまで手に持っていた私のライフルが消えてる？ほんまや。マリサあんた取ったでしょ？いや私が取る理由ないだろ。強くて気に入ってたのに。同じ武器は決まった回数しか使えないとかあるのかも。しゃあない第4ウェーブはこのしょぼっちいチャカでやるか。しょぼっちいっつってもダメージはライフルとそこまで変わらんじゃろきっと。だといいけど。さあ第4ウェーブ始まったぜ。げ、あいつはリーパーキング？ってことは今回は地下世界マップ、アベレーションの生物が襲いかかってくるわけだ。アベレーションはロックドレイク、カルキノスなんかの大型生物がいたわね。どれも手強い相手だ、油断はするなよ。いやーしかし攻撃力がプレイヤーと比べ低いとはいえ仲間がいると心強いですなぁ。一人じゃないってだけで安心感が団地だよな。雪崩みたいに敵が押し寄せてきた。今奥の方にちらっと巨大ガニカルキノスの姿が見えましたねー。カルキノスは仲間に任せるとして、我々はこっちを処理しましょう。デバネズミとグレムリンみたいな奴が押し寄せてきてるー。確か名前はネイムレスだったっけ。数が増えるとリーパーキングを召喚してくるのよね。地味に硬くて厄介だな。OK 処理完了。この銃を持っていたより使いやすいかも。序盤のブーメランと比べればどんな武器も使いやすく感じるだろうな。はい、ということで第4ウェーブ無事突破です。アロサウルスなんだかんだでいい仕事してやがるぜ。このまま次も行けそうね。ほら見てください、押し寄せてきますよ。この景色に覚えがあるな。初期マップアイランドのレッドウッドだね。獰猛な生物がうようよ生息している危険な森か。あれはティタノサウルスだー。アーク界最大の草食恐竜まで出てくんのかよ。現実だとめちゃくちゃ HP 高いけどこのミッションじゃその辺の雑魚敵と同じ扱いのようですな。まさかティタノサウルスが安売りされる時代が来るとはな。なんだかんだで敵結構手強いかも。カタツムリまで敵として出てくるんかい。あ、まずい。トロードンの攻撃食らっちゃった。何がまずいんだ？トロードンの攻撃には気絶値を上昇させる効果があるのよ。ああ、気絶しちゃったー。なんてこったい。チームアロサウルス助けてー。この間に敵に襲われたら一巻の終わりやんけ。お願い見逃して。今何かが横切っていったな。あと少しで気絶が回復する。頼む踏ん張ってくれ。よっしゃー、復活したどう。敵ほぼほぼアロサウルスたちが倒してくれてるやん。やっぱり持つべきものは金だねー。ともちゃうんかい。最後の一体討伐完了でございます。これでようやく折り返しですか。残るはあと5ウェーブ。この調子でガンガン進めていくぞ。巨大な何かが迫ってきています。あのロボットはメック？人類が滅亡した地球、エクスティンクションマップだ。メックって本来味方のはずだけどこのミッションでは敵として出てくるんか。エクスティンクションマップのボス生物、タイタンは出てこなそうな感じだね。汚染された恐竜たちも攻めてきてますなぁ。あれ？体が凍った？一体誰の仕業だ？マナガルムだー。そういえばマナガルムもこのマップの生物だったわね。凍らせて身動きを封じられるのはちと厄介だな。また来とる。配合を取るのがお好きなようで。この先でチームアロサウルスが集中砲火を浴びてる。急いで助けに行くんだぜ。助けに来たぞー。って全部倒してるやないかい。なんて優秀な奴らなんだ。ふ、敗北を知りたいでござるよ。お前大して仕事してないのに口だけは一丁前だな。ああ、銃没収されちゃったー。また別の武器探さないと。クレジットは1万ある。大抵のものは買えるんじゃないか。ここまで銃だったし今回は気分を変えて剣で行ってみようかしら。ジェットソード？飛行生物倒せるのか。まあなんとかなるでしょ。今回のステージは寒冷地だ。雪山の生物が相手ですか。大したことなさそうね。お、その構えはなんだ。チャージアタックですな。
ほう、剣も意外と強いな。せいや。おお、チャージアタックを使えば飛行生物とも戦えるのか。今のガエラの呼吸水虫の型や銃切りですよ。わけのわからん技作るのやめてもらっていいか。マリサもしかして狐の前歯ネタ知らないの？なんだよ狐の前歯って。今若い子の間でめちゃくちゃ流行ってる作品だよ。こいつもしかして鬼滅の刃のこと言ってるのか。もっと流行り物に敏感にならないと時代に置いていかれちゃいますよ。おう。第7ウェーブ突破。残すところあと3つか。この調子ならいけそうだな。クレジットは1万ちょいか。もうちょっと貯めて一気に大人買いしたいわね。それじゃ今回も仲間の追加はなしでいくのか。うん。まだアロサウルスで十分でしょ。こんなに早くまた会うことになるなんて思ってもいませんでしたが。今回はジェネシスマップだ。ミッションもいよいよ大詰めって感じね。コバエみたいなのが飛んどる。こいつら確かジェネシスマップの沼地エリアに生息してたわよね。そうだったっけ。おお、吸血蜘蛛のブラッドストーカーだ。懐かしいな。おい、テイム方法がなかなかにエグいんだよね。あの蜘蛛自分の血を吸わせて仲間にするんだっけ。エレメントを与えると凶暴化するフェロックスもいるじゃない。なぜかジェネシス2のシャドウメインやメイウィングなんかもいるな。宇宙クジラまで来たー。敵のバリエーションが豊富だな今回。刀のわさびにしてやんよ。サビじゃなくてわさびにするのか。この先にマグマサウルスまでおるやんけ。こんな化け物も一切りで倒しちまうのか。敵に近づかないとダメだけど、その分火力はなかなかのものですな。なんだその花びらみたいなやつは。ロックウェルの内臓バイオームに生息するゾンビ恐竜を召喚する敵だね。やはり今回のウェーブはジェネシス1と2両方の敵が出てきていたのか。これで最後だ。残るは2ウェーブ。次もこの剣でいけるかな。それよりアロサウルスは？あれ？いなくなってる。少し前から姿が見えないなと思っていたんだが、やはり殉職していたか。まあここまでよく頑張ってくれましたよ。代わりの仲間追加しようぜ。最終ウェーブで一気にクレジット使おうと思っているから、あまり高いのは買いたくないんだよねー。このブラッドストーカーとかどうよ。買ってみたけど。あ、ブラッドストーカーは一体しかいないんだ。今回のウェーブはマウンテン。山、あまり生物の想像がつかないな。アルゲンタビスとかサソリでも出てくるのかしら。コウモリが来たぞ。山関係ないやんけ。え、何このノックバックコウ。ほんじゃーギガノトサウルスだー。まずい、体力がみるみる削られていってるぞ。ギガノトはダメだよ。ノックバック攻撃のせいで剣が届かないよ。これはあかん。ギガノト出てくるだなんて聞いてないってー。おっしゃー、倒したったー。よくやった。隙をついてやりましたわ。なんとか山場は乗り切ったな。あとは残党を始末すればこのウェーブも勝ちだね。まだ油断はできんぞ。ファイアワイバーンとか飛んでるし。体力だいぶ回復したから大丈夫大丈夫。なんでー。体力半分以上あったのに一瞬で削られて死んだんですけど。これって、まさか死んだらまた一からやり直し？はい、ということでまた最初からやり直し。現在先ほどやられたウェーブに挑戦中でございます。結局さっきのシーンなんだったんだろうな。ちょうどつけていた防具が壊れた瞬間にブロントサウルスの踏みつけ攻撃を食らったんじゃないかな。なるほど。防具を壊されると一瞬で体力を持ってかれるのか。一応替えの防具持ってきてはいたんだけど、戦いに夢中になっちゃって着替えるの忘れちゃってたわ。しっかり防具の耐久値もチェックしとかないとあかんな。近接系の武器だとどうしても敵に防具の耐久値削られちゃいますからね。やはり遠距離系武器最強ってことか。銃は剣と比べると安定して敵を捌けるかも。はい、ということで2回目のウェーブ9、難なく突破です。いよいよ次のウェーブで最後、クレジット散財タイムだ。そのことで話があるんだけど。なんだ？見てよこれ。ドラゴン、1万クレジット。おい霊夢、ドラゴンってまさか、恐竜島のラスボスのあのドラゴンを仲間として召喚できるの？うん、だと思うよ。これは熱すぎる。どうします？最終戦でこのドラゴン使うばっかもん。そんなの聞くまでもないだろ。使うに決まってるんだぜ。それじゃ最終戦の相手が何なのか把握してから召喚するとしましょうか。このシミュレーションを作った人は本当にいい趣味してますね。む、奥からちっこい生物がこちらに向かってきてるぞ。ミッションの詳細には堂々って表示されてるけど、まさか最終ウェーブの敵がアーク界最弱の生物ってことはなかろう。とりあえずドラゴン召喚するね。起乗してるー。あのボス生物のドラゴンを自分で操作できるのかよ。最高やん。この堂々立ち下級を飛ばしてきてるんだけど、こいつらってまさか、奴の子分なんじゃ？奴って、ハロウィンの期間にだけ現れるティラノサウルスと堂々のハイブリッド生物？そう、堂々レックスだよ。
今のところ姿は見えないけど、これから出てきたりするのかしら。古文を何匹か倒したら出てくるかもな。面白い、受けてたそうじゃないの。オラオラオラ、踏み潰したるでー。さすがドラゴン、すごい火力で敵を投げ倒していってる。クレジット貯めておいて正解だったわ。で、出たー、霊夢、奴が現れたぞ。おっしゃー、怪獣大戦争じゃー。味方が堂々レックスにやられてる。お前の相手はこの私じゃー。な、何周かたさだ、ドラゴンの攻撃をものともしていないぞ。オラ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 。お前なんかやっとりにして振ってやんよ。ブレスのダメージがいい感じに効いてきたな。あと少しで倒せる。ってあれ？ドラゴン死んじゃったー。なんでそうなるのー。最後かっこよく決めようと思ったのにー。は、早くとどめを刺すんだ。すごい速度で迫ってきてるぞ。武器買うの忘れてやりしかないよー。何やってんだ。この棒眼で倒せるかな。近い。いて。ノックバック攻撃半端ねー。誰か助けてー。そこのポットはなんだ？ラベジャーだ、いけー、あのチキン野郎をやっつけろー。ポイント残ってて助かったな。ラベジャーじゃ倒しきれないかな？おい霊夢、通知を見てみろ、今のクロスボウの一撃で死んだっぽいぞ。やったー。ドラゴンいなかったら間違いなく倒せなかったな。よし、残党を始末してこのミッションを終わらせましょう。そいや、終わった、長い戦いだったなー。あなたの戦いの才能を目覚めさせてくれたなら無駄ではなかったですね。うむ、最後にふさわしいミッションだったぜ。それでは帰るとしましょう。ラベジャーたち、ありがとうなんだぜ。最後のタゲ取り助かりましたよ。船のコントロールはもう十分取り戻せました。あとはロックウェルを何とかすればいいだけです。準備ができたらアクセスポイントに向かってください。そこで全部終わりにしましょう。はい、ということでこれで全てのミッションが終わり、ラスボスへの挑戦権を得ました。ってことは次回はいよいよ、このマップ最後の戦いですね。次で最終回か、このマップでの生活も長いようで短かったな。私は今からボス戦に向け仲間たちを仕上げたいと思いますので今日はこの辺で。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。ではまた来週のアーク実況でお会いいたしましょう。アディオス。